どうも、お疲れ様です。ポイント活動、頑張ってますか隠居、陰ポイ活の時間でございます。今回も、モッピーのことを紹介したいんですけども、えー、今回はね、モッピーにおける友達紹介制度のメリットについてお伝えしていこうと思います。まだモッピーを始められてない方もお得情報ですし、今モッピーをすでにされている方、このお友達紹介制度を使って、さらに ご自身のポイント活動を加速することができます。まあというよりも、この友達紹介制度を使わなければ、本当にね、損なんですよ。ポイントが集まる速度も全然違います。さあ、その友達紹介制度なんですけども、どんなメリットがあるのか、その最大のものは2つです。最大といってもね、あんまり金額大きくないんでびっくりするかもしれませんけども、実はこれを散りつもで繰り返すとでかくなるんですよ。まずね、 友達紹介制度によって自分の紹介で誰かがモッピーを始めた場合紹介ボーナスが300ポイント転がり込んでくるんですよねこれはもちろん新しくモッピーに参加された方にも入るボーナスなんですけどもそのきっかけを作った紹介者さんにも300ポイント入るんですねさらに新しくモッピーを始めた方がポイントを獲得しますよねそうすると獲得したポイントの10ポイント 100最大にに相当すするる金額がモッピーかから紹介のきっっっけけを作った人にずっとね付与されるわけですよいいでしょうん。だからダブルで美味しいというのがね、まずはここです。で、ぐーっと下の方に行くと、モッピー公式アンバサダーってあるでしょこれはね、成績を高めていくと、アンバサダーって言って、特に得点の多い紹介者になれるってことです。例えば、モッピーの公式で動画を配信してもらったりね。 そうするとそこからまた新たに紹介が起きるってことでもなりますんで力を蓄えていきたいですね。で、私の場合なんですけども確認状況。今まで累計紹介人数が150人です。これはね、モッピー始めて3年ぐらいなんで年間で50人。月に1人ぐらい入ってるかなっていうペースですね。で、紹介人数が今月が1人なんで計算通りでしょ。で、ダウンボーナスや何やはまだ入ってません。先月行きましょうか。ドン。先月も1人でございます。で、いろんな おおままけボーナスは入っておりません先々月はドン3人入ってますね <laughs> 3人入ってこの辺のダウンボーナスがないんでまあ紹介を起こしたからって言ってねバン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 こちらの方にポイントが入ってくるってわけではないんですよこれは裏を返せばね私のこの動画をきっかけにモッピーを始めたんだけども実際にポイントをゲットしている人ってのはあんまりいないってことなんですよねだからねモッピーに登録するだけじゃなくて案件をねちょっとずつこなしてもらった方が私もいいんですけどもね そんな困難んんで累計150人なんですけども紹介コードはこちらこれをね押すとコピーされますんででこちら紹介コードこちらも押すとコピーされますんで動画概要欄に、えー、この2つは貼っときますんでねよろしかったらエントリーしてください、えー、そして紹介の方法ですけども X、LINE、Instagram、それから何この QR コードなどで、えー、紹介を起こすことができますそれぞれちょっとねクリックして確かめてみてくださいで 紹介特典なんですけども、改めてお話ししますと、お友達がモッピーに入会したら紹介ボーナスが300ポイントもらえるよということですね。これは1回こっきりです。だから紹介するために300ポイント入って、10人なら3000円分かなってところですね。で、私の場合150人紹介してるでしょ ?150 人かける300ポイントがもうすでに私のところに入ってるってことなんで、結構いい感じでしょ次。 お友達が紹介したポイントの最大10%還元しますよってことなんであの、自分のきっかけで誰かがね、新しくモッピーの会員になりました。その結果、案件こなしポイントが入りましたっていうと、そちらの方の最大で10%を計算した分が、モッピーからお礼に入ってくるってことですよね。はい。で、友達への特典なんですけども、なんとですね、新しく会員になった方が、モッピーの案件によって、2000ポイント、 クリアすると、おあ、入会後のミッションクリア入会後のミッションクリアすると2000ポイント、ボーナスが入るんで、新しくモッピーを始めた方には、一つの追い風になるんじゃないかなと思います。はい。で、ここに書いてますね。モッピーで5000ポイント以上の広告を利用しましょう。そしたら5000ポイントの広告を利用すると合計7000ポイントもらえるんで、最初に5000ポイント以上の案件、ね、カード1枚とかね、やるともう7000入るわけですから、美味しい美味しいって話になってきます。で、こちらの方には紹介の方法が載ってますね。 まあ、ざっとこんなところでございます。紹介素材もね、いろいろありますんで、こういうのをブログに貼るみたいな。ね、ブログの貼り方も簡単で、このね、バナーをね、コピーペーストすればいいだけですからね、非常にやりやすいと思いますよ。はい。えー、じゃあ、そんなところで、頑張っていきましょうね。バナー、いいバナーないかな。だた縦型のバナーか。うん、まあいいでしょう。 はい。こんなところで、モッピー、紹介の、やり方を紹介させてもらいました。それでは。